サール1岬の展望サール1岬は、クリミア半島最南端にある岬。北緯44度23分14秒統計33度44分17秒。北44.38722度統計33.73806度。44.3872233.73806に位置ウクライナの名目的な最南端を成している。 岬から5キロメートルの地点には人口2000人ほどのホロース居住区が位置している。この町はセバストーポリから3 0トルヤルタからは近く4 0トル離れている。サール1岬から対岸のケレンペ岬までの距離は1 4 2ミリリットルしかなく、これは国会上で南北の幅が最も狭まっている場所となっている。第一次世界大戦では、 岬の沖合でオスマン帝国とロシア帝国の艦隊が開戦を行った。サール一三崎には海上交通にとってなくてはならない灯台が存在するが、ロシア連邦がその所有権を主張し2005年8月3日より軍事力によって占拠している。ウクライナ側からの強い抗議にもかかわらず、ロシアは岬の占領を継続しており、 ロシア海軍の管理下に置かれた岬は、有志鉄線で囲まれ、立ち入りが厳しく制限されている。ありがとうございます。